まあ、ルールは理解したけど、やっぱ無茶はしないのは基本なのかな。したけど今。抜けれるかなって思ったんだよ、今。ダメだったけど。湧くまで時間かかるし、いけるかなって思ったのよ今。基本運ゲーなの。あと紙いらあるある。アイテム湧いてない。癒しそう。ということで無敵そう。いいな。ほらまだ無敵だよね。お、無敵そう拾った。地雷率が高い。地雷なら無敵？あのでっかいも一瞬で倒せるのかな。まあ銀の矢も、ね、一発はミスると考えておくと、二発はストックしときたいって感じかな。基本的にこのゲーム命中率5割ぐらいだ体感。うわー積んどる積んどる。よし、これは大丈夫やな。壊せる。群青色。よし。これはもう取っていこう。ねえ、いきなり睡眠草を飲んでさ、隣にでっかいがワープしてきて、隣に分かれたらもうどうしようもないからね。そういうことがないことを祈ろう。開けて多かったら。レブータのね、石は軸合わせもしてくれるから。あぶねえ。え、あ、消えたんか。急に下側に変わるな。やめろよ、ビビるから。やっぱ無敵復活やね、安定は。敵は確定で打開できるし、復活はミスった時のリカバリーが確定。で困った時とかはね、使い損ねたら死ぬけど、復活は使い損ねても絶対1回は耐えれる。本城の盾もこれ1回耐えれる可能性があるのでかいね。痩せる罠はやめよ。痩せる罠が本当につらい。最悪遠距離ででっかいが消えるまで待つことも考えると満腹度は重要。一応復活もあるので、ね、復活はあったっけ？ない。まあ、復活って分からないと使い道がないんで、やっぱ草は食うしかないんで。目配り盗まれないでしょ？ってことは盗んでくる敵出るってことだな。無敵2個は美味しい。爆睡もいいね。これも確定で逃げれるけど、そしたらでっかいが通常移動スピードになるのが怖いな。
活、仕方ない、わかんないとどうしようもないんで。あとは確定で逃げ切れるのはやっぱ高飛びかな。まあ、高飛びはちょっと運絡むところもある。壺は保存か、押す、まあ背中の壺、よし、あれでやれんのか。無敵走率が今回は高いね。あ、そこでしょ？やだな。こういう時に満腹度がさ。満腹度がさ。少ないんだわ。いっぱい消えるまで先行けないよ、これ。しちゃうの？左上？マジかよ。ちょっとおにぎりないんだ。これはこういくしかない。おにぎり1個欲しいな。怖いな。あ、復活きた。これは助かる。魔物の可能性を考えてね。まあまあそうだね。お、おにぎり。早めに、いや、もうちょい耐えれるか。やっぱ復活を一個欲しいよ。安心感が違う。ああ、地雷の可能性考えて持っとく方が良かったかな。巻物は識別でお願いします。メッキか。メッキする意味あるって言われると疑問だ。今ね、怖いのがね、せっかくでっかいの後ろ取って殴ったらミスるのが一番怖いんだけど、でっかい殴りでミスされるとちょっと投げてくると思わない？余計なことはしなくていい。20回ぐらいで急に変わってくる可能性はあるけど、とりあえず行かないと話にならない。ここを RTA やると楽しそうだね。おにぎりになっちゃったそれはあるんだ。パワーアップ塔なんかしたら正面から倒せるんでしょ。基本はでっかいホールから離れるのでいいと思う。こういう行き止まり怖いね。せめて杖確かめてからね。もうここってかでっかいに当てること結構できないんで、別にこれも罪ですよ。何やこのクソマップ俺がちょうど上行ったぐらいで左下に移ってください。忖度お願いします。忖度してよー。あーい、畑嵐おるんかい。
全部雑草になったわ。えぐ。ここでいけるの？いけるの？そんなんでも満腹度の足しには。これは行ってはいけないね。多分間に合わない。的な問題で。でっかいサイズ感のせいで把握できないんだよ。どの辺にいるのかがよくわからないっていうか。クソマップだな、ここ。どこともつながってない。反射で倒せるが正直意味分かってないんだよね。どんな感じになるんだろう。まあそんなもん使わんでもええやろっていうのはある。そもそも近寄らんかったらええだけの話なんで。まあ安全な範囲でのアイテムは回収しておきたい。まあ逆に考えればあっちの方のアイテムが取りに行けるという。おっ、ね、帰ろう。ちょっとさあ、また雑草になって。そう、消えろ、そろそろ。こいつもやばいよね。いつ消えんの？離れないと消えないとかあんのかな。ちょでっかいの仕様を理解しないと。あ、ちょっと使い道ないから。ワープ。あっちのルートは行きたくなかったのもあるね、今ね。健康はあれでしょ、別に打ち返したりしないでしょ。バッカキーンってね、こっちの武器を弾き飛ばしはする。位置悪いね。あんまり勝ちゃいけないわ。これ左上がマップになるとやばいぞ。はい、円筒は最高じゃない。木の矢とか全部これで。円筒の罠か。今全ての攻撃が円筒になった。で今左の奥がでっかいホールになってくれれば、まあまあまあここならいいだろう。こっちは、これで今右上来たらクソゲー。
高飛びはない。目薬は馬。さすがにでっけえのは踏みたくないけど踏むか。もうちょっと離そう。怖い。爆発よけ？いや根性も。まあ当たった。はい、おにぎり、焼きおにぎりに変えれた。こっちの方が。近い。バラ色を飲みますか。復活草も欲しいよね。毒草も正面から流れるのよ。あれは結構通り道邪魔なことあるんで欲しいね。こういうことね。こういう時に水枯れは欲しいな。草飲んどきゃよかったかな。武器いるって。もしかするとね、この辺来ると背面から攻撃しても即死させられない可能性出てくるのが怖いんだよね。敵が強くなってさ、特殊させられないから後ろついて殴ったのに結果負けたとか、そういうのはやめてもらいたい。そういうのも怖いな。まあ、通路はだいたい銀やで左行けそうな。わっと無欲積んだりとかそういうのは大丈夫。これ現状最悪じゃないかな。離れてくれたけど。焼きおにぎり 75% だっけ。バッターだな。クソだね。怖いんで無敵装まず飲みます。で、こうなる。石ほら積んでね。これ積んでね。正面から攻撃できないし、必中矢だったら無視して当たるとかない？そもそも効かない。消えた。今のうちに無敵のうちに試しとこう。やっぱそうだよね。消えるまで巻くしかない。もう上やな。今のはもう無敵装で消えるまで逃げ切るしか方法がなかったよね。
っぱりすぎ。多いね、今のうちに。この部屋だけでも。この状態で死体の部屋行った瞬間にここにでっかい来られたらちょっと気になる。